ここ一本止めんぞ。もう一点もやれねえ。止めるふんを。え、アゴンさんの位置が。来んぞドラゴンフライ。ドラゴンフライだと？投げる前に傾く潰したらうるさい。行くな我ら。うるさいじゃなくてアゴンだった。なら話は早い。こんなムカつくだけ頭潰せ。あのクソバカども。だからそれが罠だっつってんだろ。噴水がノマークだ。混合兄弟パス成功。まずい、行かせない。ここはなんとかスラクが止めた。しかし噴水君8ヤードゲイン。スーホッアゴン潰せ。うーん、違うよ。噴水だ。新入時ファーストダウン。アゴンから噴水へ、噴水からアゴンへ、双子ならではのスーパーコンビプレーが止まらない。混合兄弟2人でクォーターバックを務める最強のフォーメーション、ドラゴンフライ。どっちが投げるかすらわからないのに一体どうしたら。これがドラゴンフライ。せーっ、止めなきゃ。パス止めるよ。アゴンと噴水どっち止めんだよ。知るか両方で。噴水君自分で持ってった。んな攻撃パターンもあんのかよ。やあエルマ君読んでる。バックパス。今度はアゴン君だ。クソガキども、中央突破を止めろ。バックパスした噴水さんが タッチダウン。すごい。どうしたらいいんだ。一休さんのバックソーにアゴンさんの超攻撃的プレイ、それにドラゴンフライまで。つけ入る隙がない。強すぎる。神竜寺ナーガ。